おはようございます。創成会公明の倉田です。議長のお許しを得ましたので、通告に沿って3項目について質問させていただきます。今年は全国的に非常に暑い日が続きました。夏、暑い夏でございましたし、また台風とか豪雨による甚大な被害が全国各地でありました。しかし勝山市では熱中症による事故も少なかったかと思いますし、また地震や被害、豪雨被害もなくですね、やっぱり勝山市の生活環境の予算が再認識されたんじゃないかなと、そんな思いもしています。しかしながら、なんとなくこの生態系の変化が見られると思っています。今年はツバメもなんとなく少なかったようですし、セミとかコオロギなどのですね、夏の昆虫も少ないしですね、赤トンボも少ないように思われます。やはり地球温暖化のせいなのかなと思っているところですが、化石燃料の縮小に努めなければならないんじゃないかと思っています。そういう意味では原発を止めて化石燃料を中心になる火力で電発電に頼っているというのは問題があるのかなと思っているところです。それでは質問に入ります。勝山市では9月ともなりますと、次年度の新規施策取り組みに向け政策ヒアリングがスタートする時期かと思います。当初予算を審議する3月議会ではですね、提案された新規施策を承認するのかどうかというふうになりがちですので、検討していただきたい新規施策について、提案するのは9月議会が最も適切な時期かなと思いまして、以下述べさせていただきます。質問の第1点目は、第5次勝山市総合計画の改定についてであります。勝山市では、平成23年度を初年度とする勝山市のこれからの10年のまちづくりの指針となる第5次勝山市総合計画を策定して、これまでの5年間、この第5次勝山市総合計画に沿って、各種施策を実施してこられましたが、現在、第5次勝山市総合計画の改定作業に入っておられます。第5次層は目指すべき町の姿や基本政策、町づくりの指標、町づくりの基本的視点、町づくりの政策体系等がしっかりと記述されておりまして、そんなに改定しなければならないところがあるとは思いません。ただ、私はこの改定の中で、一点、町づくりの基本的視点に加えたらどうかと思うことがあります。それは市民にとって楽しいまちづくり、市民の日本一楽しいまちづくり、市民が楽しいまちといえば勝山市と言われるようなまちづくりを基本的視点の一つにしたらどうかと思います。住んでいてよかったと思えるまちづくりに努力されているわけですが、市民の中には勝山市に住んでいてもあまり楽しいことがないようないんだという人もいますし、しかし勝山市ではいくつかの市民が楽しめる施策を実施していますし、勝山市地方創生総合戦略でも市民が楽しめるレジャー施設、店舗等の充実、誘致という項目もありますし、また勝山市はですね、30分以内で海水浴やスキー、ゴルフに行ける町でもあります。町、市と仕事創生に向けた観光振興策として、道の駅は川を楽しむ、長尾山観光交流センターは恐竜を楽しむ、旧両手花月楼は伝統食と詐欺町を楽しむと言ってし、として指名されてはいます。しかしこういったことは、力点が勝山市民というよりも、この観光客といいますか、誘客にあるようにも思います。せっかく取り組んでおられる施策が、
市民に理解されていない点もあるのかと思います。そこでお尋ねしますが、楽しい町づくりを基本的視点に挙げ、これまでに取り組んでいる市民にとって楽しい施策を体系的にまとめて示し、理解してもらうとともに、新たな楽しい施策を実施すべきと思いますが、市長の見解をお伺いします。次に IoT についてお伺いします。最近は小学校から英語教育が行われるようになりまして、行政施策においても英語での表現が多くなってきています。私が中学校の時は、田舎の学校であったせいもありますが、英語担当の先生がおられなくて、授業がほとんどなかった時代です。高等学校での英語の時間になりますと、英語ができないクラスへクラス替えさせられるというような時代だったんですが、まあ、それは弁解にすぎませんが、いまだに私は英語が苦手です。最近、テレビや新聞で IoT という言葉がよく出てきますが、私は IoT についてまだ十分理解できていません。で、IoT とは、インターネット・オブ・シーン、もののインターネットという略語で、従来は主にパソコンやサーバー、プリンター等の IT 関連機器が接続されていたインターネットに、それ以外のさまざまなものを接続することとかですね、世の中に存在するさまざまな物体、ものに中心機能を持たせて、インターネットに接続したり、相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことなのだと説明されています。実用例としましても、自動車が盗まれそうになっている情報がスマートフォンにすぐ入ってくると見られるとか、オール電化の家の管理等の生活関連との実用化は進んでいるようですし、家畜の妊娠状況とか、いながらにして、が分かるとかですね、水田管理への活用と農業分野への検討が行われているようです。先般、大塚課長は第5次勝山市総合計画の改定の基本的考え方として、第5次層策定以降の大きな社会変化の一つとして、IoT の進展を考慮する旨の説明がありました。IoT を活用した勝山市ならではの取り組みを期待しています。ちょっと余談ですが、セイレンさんではかつて破天荒作戦なることを行いました。これはむちゃくちゃと思えることでもよいからということで、社員にいろんなアイデアを提案してもらいまして、集まった300件ぐらいの中から、10件ぐらいについて検討し、2件ほどは実施されたようです。勝山市役所にも若い優秀な方が増えてきています。IoT のような IT の先端を行くことには、若い方はですね、いろんなアイデアを持っておられる職員もおられるんじゃないかと思います。そこで大塚課長にお伺いしますが、課長は IoT をどのように捉えられておられるのか、そして IoT を活用した施策提案を市職員全体にしてもらうことを含めまして、どのような施策を第5次総改定に記述されるおつもりかお伺いします。質問の2点目は、平成29年度の新規施策についてであります。28年度から政策官のポストが作られました。私はこのポストは、勝山市独自の施策や市の重点施策の取り組みについて、各部への具体的施策の検討指示と、市長ヒアリングの前段階で、各部で考えられた施策の各部との協議を行う担当官だと理解しています。私は初めて理事会に出ましたときにも申し上げましたけれども、
やはり以前は市町村行政は国県の施策をのですね、現場といいますか最先端で先端の場所で、細かく実施していくということでしたけれども、最近は市町村自らが施策を提案公募といいますか、そういうことになりまして、自らが施策を提案して国県に認めてもらって取り組んでいくということが多くなってきているんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味でも政策官というポストがですね、そういうことに対応するために作られたんだろうなと理解しています。で、私は以前の職場において新規施策を考えるときに2つの手法を取りました。一つはこれまで何回か申し上げてきましたけれども、国の施策に上乗せする上乗せ施策とですね、横へ広げる幅出し施策ということを考えることです。しかしこの手法による施策はお金予算的には少なくて済みますが、少なくてそれなりの成果が得られると思いますけれども、施策の新規性に欠ける期待はあります。もう一つの手法はマトリックスで考えることです。この手法を私はマトリックス手法ということにしています。科学、化学ではですね、元素の周期律表というのがあるわけですが、この周期律表は横軸に性質、縦軸には質量、重さを取ります並べたものです。そうしますと、マスの中にそれぞれの元素が入ってくるということですが、先人の学者は表の空白マスのところには何かまだ発見されてないものがあるはずだということで、次々に新たな元素を発見してきたのです。で、新規施策をマトリックス表で考えると、比較的注目を浴びる施策が考えられやすくなるんじゃないかというふうに思いますので、参考にしていただきたいと思います。そこで政策課にお伺いしますが、29年度の新規施策策定にあたり、住んでいる市民の楽しいまちづくりを一つの柱にして、既存の楽しい施策の体系を作るとともにですね、マトリックス表等を使いながら、新規の楽しい施策を打ち出してほしいと思いますが、政策官の見解をお伺いします。次に、製造業が安定して経営を続けるためにはですね、以前経営者や中小企業診断士がよく取られた手法として ABC 分析という手法があります。経営が安定して続けるためには、売上の大半は事業者の独自商品3品目で占めているということが必要とされています。道の駅においても売上金額の大半を得られる3品目以上の特産品が必要かと思います。そこで生産体制から加工装置、販路まで含めた勝山特産品開発支援事業の創設が必要と思います。29年度の新規施策として道の駅で販売する特産品開発のために、勝山の特産品開発支援事業の創設を考えられないか、理事者の見解をお伺いします。野茂木のえごまは会社が設立して8年が経つわけですが、有機栽培と 100% 天然油であるということが認められたことに加えまして、昨年の春のからの、一昨年以来の健康食品ブームに乗りまして、ようやく軌道に乗りつつあります。
まあ、しかしながら課題としてエゴマの生産体制やエゴマ油生産規模等に課題があります。昨年このエゴマのブームに出たときにですね、東京都の大手デパートから次1500本ぐらい送ってもらえんかとポンとこう注文されてもですね、当時私たちが飲む気で生産した1年分ぐらい1ヶ月にもらえないかと言われてもとてもじゃないけど生産体制が伴ってなかったということです。まあ、そういったことで、生産体制とその実を絞るエゴマ油の機械ですね、能力ですね、生産規模に問題があるわけです。そこでこういった先ほど述べましたような新しい特産品開発支援事業等が創設していただいたときにはですね、こういった制度で野向きのエゴマ油をこれから勝山市といいますか勝山のエゴマ油として勝山市の特産品として勝山市が前面に出たエゴマの実や油の生産規模の大幅な拡大を図る取り組みができないものか理事者の見解をお伺いします。質問の3点目は指導の維持管理についてであります。勝山市の指導の総延長は28年4月現在44万6673メートルとなっています。指導は性格上場所や利用度の差異が大きいなどがありですね、なかなか大変なんですが舗装の修理土手の管理など維持管理には多くのお金と労力が必要です。で、問題なのはこの指導の土手部分の維持管理です。で維持管理が行き届かなくて3メーターから5メーターもある土手に樹木や雑草が生い茂り隣接する電波塔の維持に困っているところもありますし、またそういった土手部分をイノシシが荒らしてですね、土砂が下の溶排水路を埋めて困っているところもあります。指導の管理維持管理には住民の協力を得なければならないとは思いますが、住民にお願いする範囲と市が対処する範囲等を明らかにしたですね、指導の維持管理の基本指針を作るべきだと思いますが、理事者の見解をお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。山口市長。おはようございます。倉田議員からは楽しい町ということを歌った、そしてその楽しい町を作ろうということのご提言であります。基本的にはそのような町づくりを今も目指しておりますけれども、ちょっと捉え方に違和感がありますのは、楽しい、もちろん苦しいよりも楽しいのはいいことなんですけれども、楽しみというのはやっぱり自分が見つけ出すものだというふうに思っているわけです。それと老若男女さまざまな人たちが楽しいと思うことが多様化している、そういったことで自分が楽しいと思っていることは他人が果たして楽しいかどうかということが分からないこともあります。でやはり楽しみは自分で見つけるものだというふうに思っておりまして、そういった意味から言うとその楽しみを見つけることができる町、そういった町を作っていきたいと思っております。でそういうことでそれを具体的な言葉にしたのが
ワクワクするときめきに満ちた町ということ、そういった意味でありますので、倉田議員がおっしゃっていることと、この深いところでつながっているとは思いますけれども、表現に若干の違いがあるというふうに思っております。そういったことで、質問書を読んでいたときに思い出しましたのは、立花の明美、これは福井県が生んだ幕末の歌人でありますけれども、独楽吟ということで、楽しみということに対して52首作っております。少し紹介しますと、楽しみは草のゆおりのむしろ敷き、一人心を沈めおるとき、楽しみはすびつのもとに打ち倒れ、すびつというのはいろりですけれども、いろりのうちに、いろりのもとに打ち倒れ、ゆすり起こすも白で熱しとき、楽しみは珍しき文に、文を人に借り、はじめひとひら広げたるとき、楽しみは猫、つまり妻子ですね、妻子むつまじく打ち集い、頭並べて物を食うとき、楽しみは朝起き出て、昨日まで、流れし花の咲けるを見るとき、楽しみは常に見慣れぬ鳥の来て、軒遠からぬ木に泣きしときと、こういった何気ない景色、行動、そういうことに心が動かされる、そのようなやっぱり町を作っていきたいというふうに思いますし、そういったことを心に感じて自分の楽しみとする市民を、市民がたくさん出てくると、またそういった市民に満ちた町であるといったようなこと、それが私が提唱しておりますワクワクするときめきに満ちた町ということになろうと思います。それから次のご質問の、野向きのエゴマの油を勝山のエゴマ油として勝山市の特産として大幅な拡大を図る取り組みにできないかということにつきましては、全く同感でありまして、野向きのエゴマは近年健康志向も後押しして、現在、需要があるにもかかわらず、供給が追いついていないといった状況であることから、非常に魅力ある、販売力のある商品であると認識しております。したがって担当には課題を整理して、新年度より積極的に勝山市全域への生産規模拡大を進めるよう検討し、具体策を作るよう指示を出しておりまして、今後、勝山市における特産物、独自産業化の目玉の商品として確立するよう考えております。以上です。大塚未来創造課長。第5次勝山市総合計画の策定にあたり、IoT をどのように捉え、どのように施策を考えていくのか、また新しいアイデアをどう取り込んでいくのかというご質問でございます。国では第4次産業革命の実現に向けた取り組みの一つといたしまして、IoT 技術を活用した新産業の創出というものを目指すこととしております。こうしたことから、8月末に締め切られました来年度に向けた国の概算要求におきましても、総務省の IoT 産業創出支援事業でございますとか、経済産業省の IoT 推進のための新産業モデル創出基盤整備事業など、新旧取り混ぜた各種政策が盛り込まれているところでございます。また、こういった取り組みとは別に、県内でも例えばスマートアグリと呼ばれる分野におきまして、スマートフォンやタブレットを使った遠隔操作により、田んぼの水やりが自宅や出張先で管理できる仕組みの実証化実験が行われておりますほか、ビニールハウスの温度、それから湿度、二酸化炭素濃度の遠隔管理、それから鳥獣害対策のための電気柵に異常が生じた場合のメール通知といったことが研究・実用化されると聞いております。また、自治体が自ら行う事業につきましても、例えば上下水道におけますスマートメーターの導入による省力化と漏水箇所の早期発見といったことも考える一方、こうした将来に向けた IoT の広がりの可能性につきましては、
特に日頃からスマートフォンやタブレットを重要に駆使しております若手職員の規制概念にとらわれない気づきでございますとか、思い切ったアイデアを最大限に生かせる分野であろうと考えております。いずれにいたしましても、勝山市の施策におけます IoT の活用や導入支援は、現在の勝山市の産業構造等を勘案いたしますと、新産業の創出を目指す国のそれとは異なり、各々の施策の実現に向けた手段の一つになると考えております。費用対効果等の問題もございますが、地方創生関連交付金など、事業の先駆性、先進性が強く求められるケースにおきましては、IoT の活用が他の自治体との有力な差別化ポイントにもなりますことから、若手職員からのアイデア募集も含めまして、事業担当部局に対し、その活用や導入支援を積極的に働きかけてまいりたいと考えております。田政策官。私からは新規施策の打ち出しについてお答えをいたします。まずはじめに政策官についてでございますが、政策官の事務は市長および副市長の秘書に関する事項および政策運営上の基本方針に関する事項のうち、全庁的な調整等を必要とすること等々と基礎方法で定められております。政策全般において市長の考え、もしくは政策を具現化すべく、年度当初のですね、市長からの指示の言葉をお借りすれば、ブレイクダウンしていく中で、関係部課長と連携を図りながら、地域住民の福祉向上、あるいは幸福につながる施策、このようなものを打ち出していくことが、私の業務であるというふうに考えております。しかしながら、職の新設から半年が経過しておりますが、まだまだその任を全うしきれているというふうには私自身思っておりません。今後もですね、諸先輩方のご指導やお知恵を拝借し、部課長と連携を深めながら、施策展開を図ってまいりたいというふうに考えております。また、議員ご提案のマトリックス手法は、政策立案における非常に重要な思考法であるというふうに認識してございます。解決すべき課題や目的の整理、政策と政策のコストを含めた比較、あるいはトレードオフの検討においても重要な手法であるというふうに考えております。公共政策学等で言及がなされております、政策立案の8ステップ、これは私たちが研修等でよく講義を受けるような内容ですが、そういったもののですね、フレームワークなどにおいても、アウトカムマトリックスを作ることが政策立案の肝であるというふうになされているところでございます。実績や知識、経験等において過去から積み上げられてきた施策、市民の声、議会での議論に基づく施策、また若手中堅職員等の柔軟な直感的な発想による施策等をマトリックス的思考で整理し、ときめきに満ちたまちづくりにつながる施策を打ち出せるよう努めてまいります。水上商工観光部長。次に、平成29年度の新規施策についてのうち、道の駅で販売する勝山の特産品開発支援事業の創設を考えられないかについてお答えいたします。現在、勝山市では農業政策課が所管しています勝山一品開発販路開拓事業、商工振興課が所管していますものづくり技術研究開発支援事業等を活用し、特産品開発を支援しているところです。しかしながら、今後、道の駅の地域振興施設、あるいは長尾山の仮称ジオターミナル、または東京におけるアンテナショップ等において、売る
売れる商品を開発するに向けまして、町内横断的な特産品開発に特化した新たな補助事業についても検討してまいります。具体的には、我が町女性事業や一品開発事業、ものづくり事業で開発された商品のブラッシュアップ、および繊維産業や雪室など、例でございますが、勝山の特色を生かした商品開発に対する支援を研究してまいります。もちろん、市の補助事業だけでご提案ありました生産体制、加工装置、こういったハード事業すべてを網羅するのではなく、国の助成事業、あるいは金融機関の支援を含めた支援体制を目指してまいりたいと考えております。丸山建設部長。市道の維持管理の基本指針についてお答えします。市道の維持管理につきましては、日々道路を利用している住民の方々の情報や、区からの要望、そしてパトロール結果などにより、市道の通行に支障が生じる恐れがある場合には、緊急的な修繕を行ったり、予算を確保した上で修繕を行うなど、対応しております。また、市道に隣接するのり面等につきましては、勝山市が中山間地域にあるということもあり、かなりの面積がございます。これらののり面等をすべて市が維持管理することは難しく、現状は地域住民の皆様の協力による多面的機能支払い交付金や中山間地域等直接支払い制度、並びに建設課及び農業政策課の原材料支給制度等を活用した維持管理をお願いしているところでございます。市道の維持管理につきましては、基本的に市において実施すべきとすることとしておりますが、農耕地における長大のり面等を有する道路においては、道路交通の確保にかかる部分と、田畑の維持にかかる部分の明確な区分がなされておらないのが現状でございます。現在、これらの維持管理の方針を明確に定めたような基本指針は定めておりませんので、今後、他市の事例などを研究してまいりたいと考えています。11番。市長と全問答もしたいんですが、後期高齢者になりますと、頭の回転は鈍くなるし、言葉は残念ながらできないんですが、そういう意味で、こういった一般質問でも、自分の思いを独り言のように述べさせてもらっているというような状況ですので、それなりのコメントをいただければと思っています。楽しい祭りづくりですけど、市長のおっしゃるように、それは楽しいことというのは自分で探していく、見つけ出していくものだということはその通りなんですが、それ前にすでに勝山市もですね、市民が楽しめる結構いろんなことに取り組んでおられるわけですよ。で、それが市民がこれに参加してみよう、これ楽しいことなんだなというところがうまくいってないというところが多々あるんだろうと思います。で、それは何ていうのか、市の PR が足りないのか、市民が探す努力が足りないのか、どちらかだと両方だと思いますけども。そういうことが一つとですね、それから、
私はワクワクするまちづくり、楽しいまちづくり、人のおっしゃるようにほとんど同じような意味合いだと思いますが、ただこういう何かその指針の一つに言葉として表したときには、語呂的には楽しいといった方が、いいのかなというふうに思った次第です。で、ですね、この道の駅のところで川を楽しむということで、この九頭竜川を活用というかして、楽しい場所づくりをするというようなことが考えられているわけですが、私らがですね、子どもの時っていうと川遊びっていうのは非常に川で泳い魚を捕まえ非常に楽しい場所であったんですね。ところが、いろんな理由からでしょうが、子どもの安全ということもあるのかしませんが、川遊びはできないと。でそれを少しこの道の駅のところで考えてみようじゃないかということだと思いますが、非常にやっぱり市民にとって楽しい場所になるような川遊びができるというふうにしていただくというふうに思うわけです。で、近年ですね、地域ブランドという地域ブランドの創出ということが期待されているわけです。ブランドというと昔といいますか、以前は高級品のイメージということでしたけれども、最近ブランドという言葉の意味は差別化といいますか、違い作りという意味が強くなりまして、価値を感じるあらゆるものと考えられているようです。で、10年前に地域ブランドの創出と言われたときには、夕張のメロンと、あるいは、なんかですね、宇都宮の餃子とか言いますか、ものやことであったんですね。で、誘客を強く意識したものであったと思います。そういった意味では、勝山といえば恐竜という、大変、本当に素晴らしい、ブランドがあるのは素晴らしいことだと思っていますが、で、一昨年前から地方創生が最重要課題になりまして、ここでこれからこの時からですね、地方ブランドの創生といいますと、イメージブランドになってきておりまして、それは地方創生が人口減対策ということが非常に発想になっていますので、そういった意味合いでこのイメージブランド、地方のイメージを、いいイメージを作るというのが最近のこの地域ブランドの創出ということかと思います。で、ただこの地域ブランドの創設といったという場合に、その新しい新規の施策を一つや二つやってですね、そんなに簡単に出来上がるものではありませんし、専門の方のお話を聞いてますと、やはり最低10年ぐらいはしっかりとずっと継続して取り組まないと出来上がらないというか、とてもじゃないかとできないものじゃないかと、一つ二つやってみてもうまくいかなかったからできなかったからやめようというようなものではないというような状況ですので、そのワクワクする町づくり、楽しい町づくり、その勝山といえば非常に素晴らしいところなんだというイメージブランドをですね、継続して取り組んでいっていただくようにお願いをしたいと思います。これは中華街というと横浜というようなことが出るんですね。で、このやっぱり地域イメージというのは、この最近言われている UI でターンのこの促進もですね、やっぱりそういうイメージが良ければ効果が出てくるんじゃないかなと思います。それでからですね、このエゴマの話、非常に取り組んでやろうということでありがとうございます。
この全国で今いくつですかね、商品って販売しているのは10地区ぐらいあるんですが、で 県単位で非常にこの行政が支援しているところは岐阜県だと思いますけれども、この古川町っていうのが飛騨の奥の方にありますけれども、ここがですね、私だとちょっと先にエゴマの栽培を始めたんですけれども、ここでは商品として販売はしてませんが、住民のためにしてるんですけども、確か農業公社でですね、作有機だけは買いまして、でそれをその生産者のグループに無償貸与しまして、で生産者が実の栽培をしてその機械を使って作有しているというような行政支援の仕方もあります。と言いますのは私らのところの今野麦でやっていますのはですね、ワンロット油を絞るワンロットが5キロなんですね。作業期間ちょっと小さいんですけど、で5キロと言いますと5キロで、今 150cc で販売してますが、10本なんですね。ワンロットで1時間で10本しか絞れないということなんです。で1日に数十本という状況ですので、やっぱりもうちょっとこの10キロぐらい、ワンロット10キロぐらいのこの削減ができる装置、250万ぐらいしますかね、これを一つ入れないとダメかなという状況です。それから栽培のこの拡大ですけど、今野麦でも一生懸命やっておりまして、今年は2兆5単ぐらい、昨年よりか5単分ぐらい増えたのと、北の方の方にも3単分ぐらいですかね、増えてまして、実としては今年は 1.5 トンは確保できるんじゃないかとしてますが、まだまだちょっと足りない状況なんですね。そこで実を言いますとですね、今野麦のエゴマでは1キロ実の改良を、最初目標は1500円でしたんですけど、ちょっと最初利益が出ないということで、昨年は1350円で改良したんですね。で生産者の方はですね、栽培面積増やせ増やせって、もう少しその買取価格を上げてくれんかいなということなんです。で我々の会社としては1500円までは上げるつもりなんですが、それ以上はちょっと今の販売価格を値上げしないと無理かなというです。で生産者といいますと、1キロ1700円で買い取りができますと、単頭10万2000円ほどなんですね。で単あたり10万2000円になりますと、米作りのようにこの機械コンバインとかトラクターとか、その大型のそんな大きな機械もいりませんので、非常に収益としては1700円ぐらいあればできると、まあ勝手な言い方させてもらうと、市の方で200円ほど助成金を出してもらえるとですね、そうすると 1.5 トンでも30万、年間30万なんで、まあ、大した金額なんですけど、まあ、そういうことがもしできれば、生産拡大は速やかにできるのかなというような思いはしています。はい、次に、政策官のお話ですけど、まあ、頑張って、確かにまだ半年ですので、あれですが、頑張って取り組んでいっていただきたいと思うんですが、私、非常に期待してますのは、市長の定例会の招致挨拶にもあったわけですけれども、これまで非常にその経常収支比率というのは高くてですね、山岸市長としても、自分の独自施策がなかなか思うように出しづらいというところがあったんだろうと思いますが、27年度は 5.6% もですね、大幅に改善されて、93% になっているわけです。
で計上一般財源は72億円ほどですので、その 5.6% といいますと約4億円がですね、山岸市政の独自施策に使えるというようなことになると、そういう言い方もできるんじゃないかなと思うんですが、それで、政策官ですね、この29年度の新規施策実施にあたってはですね、非常にその独自な勝山市独自の、素晴らしい施策に、実施していただくようにですね、頑張っていただきたいと、そういうふうに思います。その特産品開発への支援事業ですけれども、まあちょっと余分のこととは思いますが、水上部長にちょっと申し上げておきたいと思いますのはですね、この地方自治体の目的といいますと、これはもう住民の福祉の増進と幸福感を増進させるということでありますが、以前からこの新規施策、私ですね、考えるにあたりまして、その間接的福祉の増進ということもあるんだということを申し上げてきました。で市役所の業務といいますと、このほとんど住民福祉の増進にあるということで、その目的に沿って施策を考えられて取り組んでおられます。まあ、しかし人事異動等でですね、商工労働部とか農業政策課等へ配属されますと、このどうしてですね、市民の税金をお金儲けをすることを目的とする事業者とかですね、個人のために使うのかと、まあ、それは疑問に思えてですね、なかなか、そういった部署での新規施策、あるいは仕事の仕方がですね、ちょっと疑問を持ちながら仕事されている方がおられるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、まあ、しかし農業っていうのは農業利益が出ないのだから支援をするんだとかですね、あるいは中小企業は経営が大変だからというようなことで、まあ、業務遂行に取り組んでおられるわけですけれども、国ではですね、平成12年まではかわいそう政策ということで、中小企業に対して今申し上げたようなことで、組合を作って、そしてそこに応援をするということでしたけれども、平成12年以降はですね、中小企業基本法を根本的に改めまして、そしてかわいそう政策から優等生への支援と、どんどん儲かっている企業にさらに応援をしてたくさん儲けてもらうというような方向に、税金を使う方、そういう使い方をするということに転換をしたわけです。で、農業政策につきましても、最近のこの国のやり方がですね、儲かる農業を目指して支援するというなっているわけです。ですから、事業者にたくさん儲けてもらってですね、従業員にたくさん給料を払ってもらいまして、税金もたくさん払ってもらうと、まあ、こういったことはですね、これは私はこういったことを間接的福祉の増進ということに言っております。まあ、そういった意味でですね、特産品開発の支援制度を考えるにあたってですね、その金儲けする人になぜ税金を使うのかなという、そういう迷いをせず持たずにですね、しっかりとした支援制度を考えていただきたいと思います。それから指導の維持管理ですけど、今ほどそのいろんな制度を活用してやってもらえんかというようなお話もありましたけど、例えばその中山間地の先生というのは、この農地ですね、田んぼの軽犯の高い軽犯のところに対する制度なんで、極端な話、市道と市道とに挟まれているですね、市道の軽犯のそういう
草刈りとか、あるいは木の伐採とかですね、そんな制度上使えないですよ。ですからやっぱりその、おっしゃるように市民に協力はしてもらわなきゃできないんですが、ただそのどこまではお願いしますよというのとですね、市がこれから先は市がやりますというのが全く示されてませんから、そこを示してくださいということを言ってるわけです。で、県もですね、県道の乗り面はほとんど県がやってくれてますし、それから一番小さな河川の横に管理道路というのがあるんですよ、2メートル。これが非常にこの県はやってくれませんし困ってるんだけど、それでもその管理道路は地元で草刈りをしますが、木が大きくなってくれてですね、あの木は切ってくださいよと言えば伐採してくれるようになってるんですよ。ですから市の方でもそういうこれはちょっと地元でできないから これはやってくださいよといったような場合には市でやりますよということをですね、明確にしていただきたいということですので、そこの辺あたりを含めてですね、これからの指導の維持管理についてですね、検討していただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。